はい、ひとつきまんさしみじです。安倍晋三さんの国葬が執り行われました。もう本当に国民の大多数の反対の声を押し切ってですね、警察官を3メートルごとに配置してですね、乱闘があったらもう囲み、まさにザ・権力で押しつぶしたっていう感じのこの国葬でございますけども、この安倍さんの国葬をですね、強行してしまったがゆえに変な歪みとかがいろいろ出るんじゃないかというふうに思うんですけども、まずはですね、起きてしまったこの国葬問題、これについてですね、佐藤さんと、何が悪かったのか、そして日本どうなってしまうのかっていうのも含めて、話をしていきたいなと思っています。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか菅さんがお涙頂戴の、弔辞を述べて、友人代表ということで、なんつうか、揉め事があったりね、いろいろあったけど、なんか一応恐ろしい事件もなく終わったなと。ああ、そうですね。まずね、僕も、菅さんのね、この友人代表弔辞ですね、このあたりまではテレビで見たんですよ。それでやっぱりね、菅さんの挨拶がですね、弔辞が一番ね、印象深かったんですよね。岸田さんのものはですね、ちょっと僕途中寝ちゃったんですけども、残念ながらですね。残念ながら聞くことかなわず、ちょっとすやすやしちゃった、すやすや。あとでちょっとね、記事で読んだんですけども、別に大した中身はないなという感じなんですけども。なるほど。で、その反対にこの菅さんのものがですね、このなんていうかな、人の情に訴えかけるというところでですね、ちょっとね、その当事者でなければわからないことはいろいろ言っていたんでですね、これが印象に残ったんですよね。はい、この一番最初の始まりの文章っていうかな、これがね、本当に菅さんが書いたのかどうかですね、非常にね、なんていうかな、上書に訴えるかけるものなんですよ。ちょっと読んでみるとですね、7月の8日でした。信じられない一報を耳にし、とにかく一命を取り留めてほしい。あなたにお目にかかりたい。同じ空間で同じ空気を共にしたい。その一心で現地に向かい、そしてあなたならではの、あなた温かな微笑みに最後の一瞬接することができました。あの運命の日から80日が経ってしまいました。あれからも朝は来て日は暮れていきます。やかましかったセミはいつの間にか鳴りを潜め、高い空には秋の空がたなびくようになりました。季節は歩みを進めます。あなたという人がいないのに時は過ぎる。無情にも過ぎていくことに私は未だに許せないものを覚えます。天はなぜよりにもよってこのような悲劇を現実にし、命を失ってはならない人から生命を召し上げてしまったのか。悔しくてなりません。悲しみと怒りを交互に感じながら今日のこの日を迎えました、っていうですね。はあ、これね、菅さんね、これあんまり器用じゃない菅さんが本当に書いたのかなっていうですね、そうですね、気がしないでもないんですけど、広島か長崎の原爆の平和記念式典でも読み飛ばしちゃってすっ飛ばした、そんな菅さんが本当に書いたのかとびっくりするぐらいの、そういうね、ちょっとね、情に訴えかけるものなんですけども、だけどね、まずね、この菅さんのね、この素朴な疑問にね、今ちょっと答えてあげようと思ってるんですよ。時は過ぎる、無情にも過ぎていくことに私は未だに許せないものを覚えます。天はなぜよりにもよってこのような悲劇を現実にし、命を失ってはならない人から生命を召し上げてしまったのか、という疑問ですけどもね、これね、このようなこの悲劇がですね、現実のものとなったのかですね、もうその答えはね、もうほぼ出尽くしてるんですよ。出尽くしてますね。と、これはね、言うのでもないことですけども、この山上容疑者の放ったね、銃弾というのはですね、安倍さんと無関係なものではないんですよ、これ山上容疑者の家庭をはじめね、この日本の冷静な家庭からですね、なけなしの金を絞り上げて韓国に持っていったですね、反社会的団体である統一教会のね、霊感商法ですね、それから法外な献金、それによって離散してしまった家庭がね、日本に山ほどあるわけですよ。その統一教会と安倍晋三さんは宿命的に結ばれていたわけですよ、これ作ってもらったパワポがありますけどもね、これはね、アメリカの CIA がバックにあってですね、
韓国のパク・チョンヒ、それから日本の岸信介、台湾の蒋介石、これがそれぞれの国のストロングマンということで、これがね、それぞれの国民をとにかく無理やり押さえつけるというね、構造があったわけなんですよ。そしてこの中で、韓国においてはこの統一教会ですね、文鮮明とハン・ハクチャ、これと岸信介が非常に強く結ばれたんですよ。これはね、偶然なんかではなく、僕は CIA の結び、引き合わせだと思うんですけども、それが岸信介、安倍晋太郎、安倍晋三と伝わってきて、そして、この家庭をめちゃくちゃにされた山上容疑者のですね、一種の復讐劇が安倍さんにあったわけなんですよ。ね。で、これはね、この安倍さんはですね、しかも安倍晋三さんはね、その関係をね、引き継いだだけじゃなくて、ことあるごとにですね、日本における統一教会のね、保護者となってきたわけですよ。ね。でね、まあ、表面外交上は韓国との関係をね、戦後最悪にしておきながらですよ。裏ではね、この韓国カルト団体と結びついてですね、選挙のたびに統一教会票の割り振りをやってきた。ね、自らの総裁選でもお世話になった形跡がある。ね、そして統一教会というのはね、日本より格段に被害が少なかったフランスなので、ね、反セクト法をですね、作らされるですね、そして取り締まられた、ね、そういうきっかけになったところなんだけどそうでも、すね。それにもかかわらず、日本では野放しにされて、そして山上容疑者とかですね、そういう家庭の悲劇を生んだと、ね。山上容疑者のですね、お兄さんは自ら命を絶ってですね、山上容疑者の人生はめちゃくちゃにされたわけですよ。ね、そしてここ数年においてはですね、安倍さんはね、統一教会の広告塔であることを隠さなくなったと。そしてね、昨年秋、統一教会の関連団体にですね、ビデオメッセージを送った。ね、そしてそれが山上容疑者の目に留まってですね、そして銃弾が放たれることになったわけなんですよ。これがね、菅さんが悔しくてたまらないというね、悲劇の真の原因なんですよ。ね、安倍さんや菅さんから見ればね、これはね、山上容疑者とかね、我々なんていうのはね、取るに足らないね、こんな人たちに見えるかもしれないんだけども、ね、そういう人たちだってですね、我々だって国民の一人であるし、ね、そしてね、感情を備えたね、人間なんですよ。ね、そういう国民がね、途端の苦しみに味わっているのにですよ、その原因を作ったですよ、反社会的団体の統一教会を、安倍さんという人はですよ、警察捜査の対象から守り抜いたんですよ。これはね、僕ははっきりね、これ一月満でリポートしましたけども、ね、国民の目から見れば、国賊そのものですよ。こういう人がですね、まずの安倍さんであるということですね。つまりね、これも何度も何度もね、繰り返しましたけども、とにかく統一教会の票にずっと頼ってきた。そして自分の総裁選でもね、これ統一教会員を自民党員にして、そして2006年と2012年の総裁選で勝ってきた。その疑いが結構あるんですよ。ね。そういうようなね、安倍さんですよ。ね。まあとにかくね、民主主義の原点である選挙をですね、自ら踏みにじってきた本人であると。そして、この統一教会の、ね、霊感商法で家庭も人生もね、ズタズタにされたですね、被害者、これが山上容疑者であって、その復讐劇であったということですよ。そういう人物をね、国葬にしようというですね、これがね、全くおかしい話なんですよ。ね、まあ、そういうことにね、これはね、頭で考えればですね、論理的に考えれば、もう誰でもね、なんていうかな、もう誰でもわかることですよ。それを菅さんは「なぜ？そう。」とか言うてるわけですね。ね。そう。それをね、菅さんがですね、まあさっき言ったようなことを言いながらですね、そしてね、続きを読みますとね、こう言ってるんですよ。ね。しかし、安倍総理とお呼びしますが、ご覧になれますか？ここ、武道館の周りには、花を捧げよう国葬儀に立ち会おうと、たくさんの人が集まってくれています。20代、30代の人たちが少なくないようです。明日を担う若者たちが大勢あなたを慕い、あなたを見送りに来ています。とね、こう言ってるんだけどもね。
じゃあね、40代以降のですよ、ロストジェネレーションはどうなったんだと。ね。そういう人たちはどうするんだと。ね。これ安倍政権、その前に小泉政権が作ったものじゃないかということですよ。ね。つまりロストジェネレーションというのは、ね、とにかくね、この安倍政権、そして、小泉政権、そして竹中によってですね、まずね、非正規雇用がですね、ものすごくね、増えたということで、このね、正規の雇用がですね、非常に少なくなってしまったと。今や、労働人口の4割が非正規と言われているわけなんですよね。で、こういう人たちはですね、まさにですね、非常に、なんていうかな、給料も安くですね、そして、これ雇い止めとかですね、そういう憂き目にあって、有給休暇とかボーナスもなくてですね、不安定極まりない、そういうようなことですよ。そういうロストジェネレーションはね、一体ね、来るだろうかと、来たんだろうかと、まあ、来るわけないと僕は思うんですけどもね、そしてね、菅さんはね、それについてこう言っているわけですよ。ね、総理、あなたは今日よりも明日の方が良くなる日本を作りたい。若い人たちに希望を持たせたいという強い信念を持ち、毎日毎日国民にかけて、語りかけておられた。そして、日本よ、日本人よ、世界の真ん中で咲き誇れ。これがあなたの口癖でした。次の時代を担う人々が未来を明るく思い描いて、初めて経済も成長するのだと。今、あなたを惜しむ若い人たちがこんなにもたくさんいるということは、歩みを共にした者として、これ以上に嬉しいことはありません。というふうにね、盛り上げているんだけども、ここでね、素朴にね、本当にそうかというね、疑問があるわけですよ。ね、まずね、世界の真ん中で咲き誇れ、ね、そして若い人たちがね、その未来を明るく思い描いてね、初めて経済も成長するんだなんて言ってるけどもね、ここでね、今年の3月にですね、野口悠紀夫さんがね、これ野口悠紀夫さんの本の中からね、引き出した記事なんですけども、ね、日本の経済規模は韓国の半分以下になる。20年ああ、後の日辛い本、辛ね、20年後の日本を途上国並みと予想する衝撃データということですね。で、これ前文でズバリ書いてありますけどもね、要はね、国の豊かさを示す指標である一人当たり GDP が日本だけ落ち続けている。野口悠紀夫一橋大学名誉教授は、このままの経済成長率は、韓国や台湾に抜かれるどころか、マレーシアやインドネシア並みの数値になるというね、記恐事ろがあるしいんですけよ。ど、そうなる可ね、能性あるんだよな。可能性ね、僕は大いにあると思うんですよ。ね、この記事にずっと読んでいってですね、まあこれ肝心なのはね、まずこの図表1ですよ。ね、日米韓の一人当たり GDP の推移。ね、まあ、これ簡単に言ってですね、アメリカがね、2000年からずっと伸び続けていると。で、韓国も伸び続けていると。で、オレンジ色で真ん中に書かれたね、この日本の線。これがね、2011年、12年ぐらいにですね、民主党政権が終わる頃ですよ。第二次安倍政権が始まって、すぐにガクーンと落っこっちゃってるんですよ。ガクーンと落っこって、全然成長していないんですよ。横ばい、ザ横ばい。ね、これはもうね、一目で分かるグラフですよ、これ。ね、これがね、要するにね、2012年、13年、安倍さんのやった経済政策、アベノミクスの結果ですよ、これ。ね、そしてね、その後ずっと来て、ね、図表2があるじゃないですか。ね、図表2。これはね、まさにね、一人当たり GDP ですね。これがどういうね、趨勢をね、描いているかということなんだけども、やっぱりね、日本だけやっぱりね、これは2000年ぐらいかな。2000年ちょっと前ぐらいをピークとしてですね、ずっと下がり続けてるわけですよ。ね、ずっと下がり続けてるんですよ。で、他、ね、アメリカも下がってるけど、また上がってる。それから韓国、台湾は上がってるということで、やっぱりね、これ野口さんによれば、もうすぐね、韓国に抜かれると。これ、アそしメリて、リーカ下がってんの、多分リーマンショックかマンな。ショックだね、これね。リーマンショックが起きて、一時的に下がってるけど、まあ、盛り返したという感じですそうですね。ね。
まあ、先進国が下がるのはまあ仕方ない面もあるんですけども、まあ、それにしてもね、台湾にはもうすぐ抜かれるということですよ。クラクラするこれはもこうね、いう表見るのつらいわ。まあそうですね。辛いんだけどね、これはやっぱり現実なんですよね。まあこれはね、まあしかしこれどういうことかというとですね、まずね、まあ先にこう考えつくのはね、やっぱり労働生産性の問題なんですよね。日本はね、生産性があまりに悪いということで、まあその原因についてはね、何度か喋ったんですけども、例えばね、第一会議にね、今のみずほ銀行に勤めていた江上剛さんですね。まあ、この人がね、非常に書いているのは、例えばね、会議の資料を作るのにですね、一つ一つ役員によってホチキスの留め方に好みがあって、それを真夜中に至るまででですね、非常に頑張っていたというですね、そういうつまらない仕事をですね、ずっとやってきたのが日本のサラリーマンなんですよ。ね。大企業のですね、まあ、そんなことやめろっていう話ですよ。ね。それからね、これも何度も話しましたけど、IT ゼネコンの問題ですよね。つまりね、これ、具体的にこれも何度も言いましたけど、沖縄県の自治体ではですね、僕が取材したところでは、このね、自治体のロジスティックをですね、整えるためにですね、このシステムをね、作ったんですよ。で、その時に、韓国のですね、企業に、お願いしたらですね、まさにね、2年間かけて、最初の1年間は、その市役所のですね、職員の後ろに張り付いて、何もしなかったっていうんですよね。そしてね、それはなぜそういうね、作業が必要なんですかとかですね、いろいろと、その作業の効率化についてですね、議論したということなんですよ。そして、このね、自治体ではね、この就学援助っていうのがあるんですけども、この生活保護のね、もう一段上のね、援助の形態なんですけども、それについてね、この自治体では20の作業が必要だったんだけども、この効率化によって、たった2つの作業に、効率化してしまったということなんですよ。まあ無駄な作業を削ったと。そういうことなんですよね。それがですね、韓国のこの IT 企業がそこまでやるわけなんですよ。つまりね、日本のね、IT 企業であれば、そこまでやらずにですね、非常に無駄なままやっちゃうわけですよ。ところがもう韓国の場合はですね、もうそこは徹底してるわけなんですよね。そしてそこから始めて、そして2年で完成したということなんですよ。で、とにかくね、日本はね、そういうことが象徴されるようにですね、この IT ゼネコンというのがあってですね、ここはね、この IT 業界のね、トップに君臨するね、数社なんですけども、それがまさにね、ゼネコンっていうのはね、これ土建業者にね、言う名称なんだけども、まあ、ゼネラルコントラクターって言ってですね、この一般的な、ね、契約を結んで、そしてあと全部ね、下請けに出しちゃうわけなんだけども、それがね、すごい談合していてですよ。これ経産省とかね、財務省であるとか、あるいは自治体であるとかですね、みんな談合で決めちゃってるわけですよ。そうするとね、新しい企業が入ってくるね、余地が全くないんですよね。まあそこでね、日本の IT はもう全然ダメになっちゃったわけなんですよ。まあ、そしてこの近年ではですね、もう IT、その IT ゼネコンも全然ダメで、そしてこのアメリカを中心とするね、この IT 企業が、もう支配しているという構造なんですよね。恐ろまあそうしい。いう、そういうようなことがですね、このなんていうかな、まあ、経済産業省がですね、この IT なんかについてはね、これ監督していますので、で、それについてね、この安倍政治というのはですね、全然その問題意識がなかったわけなんですよ。ね。そして効率がすごく悪いということなんですよね。で、IT について、技術革新とかですね、イノベーションが全然働かない。これはね、IT だけじゃなくて、例えば原子力、それから再生エネルギー、その関係においてもそういうことなんですよ。ヨーロッパなんかではね、この再生エネルギーのこの技術革新がすごくてですね、今風力発電がね、もう中心なんだけども、その技術についてですね、新しいビジネスがもうどんどん生まれてるわけなんですよ。で、日本はね、そういうね、世界の趨勢からね、はるかに立ち遅れている。
これは経済産業省の原子力産業のね、これを大事にする行政によってですね、そういうことがもたらされてしまっている。そしてそれを守ってきたのが安倍政治なんですよ。ね、安倍さんになって、とにかく原子力を復活させるというのが、もうこれはっきりしてるわけなんですよ。ね、その後あんのな自事民故党がのあっ中でたものね、にね。こういうことなんですよ。これね、世界の趨勢からね、もうはるかにね、立ち遅れて、しかも180度違うことなんですよ。まあ、こういうようなことでね、とにかく日本は、さっき野口幸雄さんのね、原稿で、グラフで見たようにですね、とにかく日本の経済を落ち続けることはもう間違いないんですよ。やだやだ。とにかくそれはね、安倍政治、ね、安倍政治を引き継いだ今の自民党政治、これが原因であることはもうはっきりしてるわけなんですよ。ね、こういうことをですね、この菅さんがね、なんていうかな、問題を無視して、そしてこういう、なんていうかな、まさに公言霊色少ないから人じゃないけども、まあね、非常にうまいことばっかり言ってるわけですよ。ね。まあ、そして菅さんはね、こうも言ってるわけですよ。2度目の自民党総裁選出馬を随分と迷っておられました。最後には2人で銀座の焼き鳥屋に行き、私は一生懸命あなたを口説きました。それが使命だと思ったからです。3時間後にはようやく首を縦に振ってくれた。私はこのことを菅義偉生涯最大の達成として、いつまでも誇らしく思い出すであろうと思います。というね。まあこれね、菅さんという人はね、非常にね、狭い世界に住んでますから、ね、菅さんの理解できるね、頭の範囲ではそうかもしれないけども、日本全体にとってはね、さっき紹介したようにですよ。これはね、悲劇中の悲劇なんですよ。そうね。ですね。で、そして大下栄治さんが書いた菅義偉の本に、この銀座の焼き鳥屋のエピソード書いてたけど、本当なんだ。はあ。なるほどね。まあそういうようなことでね、とにかく、菅さんのね、理解できる範囲ではそうなのかもしれないけども、とにかくね、まあ、例えばその経済に関してはね、菅さんよりもはるかにですね、なんていうかな、この視野の広い野口幸雄さんにとってはですね、とんでもない悲劇になるわけですよ。そうなるね、恐ね。ろしいけど。で、これ、野口幸雄さんのね、なんていうかな、予想の方が的中するわけですよ。ね。菅さんはそういうことについてね、何もね、知らないということなんですよ。ね。まあ、そして、ね、菅さんはこう続けるわけですよ。安倍総理、日本国はあなたという歴史上、かけがえのないリーダーを抱いたからこそ、特定秘密保護法、一連の平和安全法制、改正組織犯罪処罰法など、難しかった法案をすべて成立させることができました。どの一つを欠いても我が国の安全は確固たるものにはならない。あなたの信念、そして決意に、私たちは常しえの感謝を捧げるものであります。というふうになるんですよね。この3つのね、法制度ですね、上がってますけども、まあ、どれもこれもね、とにかくね、批判の激しい、ろくでもないものばっかりなんですよ。まあそうね。ね。ろくでもない棒のばっかりですよ、これ。ね。で、菅さんにとってはね、これね、説明できることできないことがあるんだっていうですね、菅さんにとってはそう映るのかもしれないけども、客観的に見る人にとってはですね、もう全部反対にするわけですよ。ね。例えばね、一番わかりやすいこの平和安全法制ですよね。これね、反対する人にとってはね、戦争法制と呼ばれているわけですよ。ね。ではね、台湾有事があってですよ。あった場合ですよ。台湾有事といってもね、アメリカの艦船とね、中国の艦船のハプニングがあった場合ですよ。ね。で、日本は集団的自衛権に基づいて、ね、中国艦船に攻撃するというね、で、そういう義務が生じるわけですよ。そうすると日本は完全に巻き込まれるわけですよ。ね。で、そこに来てですよ。アメリカのね、長期的な戦略である、オフショアバランシング戦略があってですね、この地域の紛争はですね、この地域のね、同盟国に任せると。第一義的にですね、ということがあるので、まずこれはね、対中国のね、この真正面に立つことになるね、日本に任せることになる。ということになるわけですよ。ね、アメリカは引きますよ。そしたら日本はね、中国とね、
1対1で対峙することになる、わけですよ。おお、怖っ。ね、こんなことね、できますか？できるわけないじゃないですか。つまりそういうね、構造を作っちゃうのが集団的、自衛権なんですよ。ね、これアメリカにとってみれば、なんていうかな、飛んで火にいる夏の虫ですよ。日本なんかおお、に。なんか武器ばっかりいっぱい買ってくれて、しかも米兵の血は流さずに、ああ、そう。いいことだ、いいことだ、そして日本と中国、どんどん争ってくれ、武器が売れるぞ、そういうことですよ。生贄や、簡単に言うと。そういうことですよ。ね。全くそういうことですよ。アメリカにとっては国益でも、日本にとっては、とんでもないね、これね、また、なんていうかな、損害というか、もう国の悲劇、国民の悲劇になるわけですよ。中国からミサイルがどれだけ飛んでくるか。ね。それを防ぐ手段なんか日本全くありませんよ、はっきり言って。全然ないと言ってもいいですよ。もうね、こういう事態になったら、もう本当に取り返しがつきませんから、ね、そういう事態をですね、引き起こすのがこのね、平和安全法制ですよ。戦争法制ですよ。ね、集団的自衛権なんて日本がね、そんな中途半端なものを持ったらどんなことになるか。ね、そういうことですよ。ね、そしてね、こういうことも言ってるんですよ。ね、菅さんがですね、国難を突破し強い日本を作る、そして真の平和国家、日本を希求し、日本をあらゆる分野で世界に貢献できる国にする、そんな覚悟と決断の毎日が続く中にあっても、総理、あなたは常に笑顔を絶やさなかった。いつも周りの人たちに心を配り、優しさを降り注いだ。総理大臣官邸で共に過ごし、あらゆる苦楽を共にした7年8ヶ月、私は本当に幸せでした。私だけではなく、すべてのスタッフたちが、あの厳しい日々の中で、明るく生き生きと働いていたことを思い起こします。っていうね、ことを言ってるんですよね。ただね、僕が取材した限りですよ。ね、民主党政権時代でも、スタッフはね、生き生きしていたんですよ。そうね、どちらかというと どちらかというと、っていうかね、僕はね、その前もね、いろいろ取材してますけども、あんなに生き生きとしていたね、政権はないですよ。はっきり言いまして。これやっぱりね、すごいね、高揚感がありましたよ。とにかく、戦後初めてね、選挙によって政権交代成し遂げたということで、ね、自民党の暗雲をね、取り払ったということで、本当に生き生きしてましたよ。ね。でね、菅さんがね、こういうふうにね、安倍政権でもね、生き生きと働いていたことをね、思い起こしますと言ってるんだけどもね、反対に言えばですよ、桜を見る会でですよ、このね、反社会的団体の人間もね、写真で見るように随分来ていましたけどもいや、ね、いっぱい来てたな。そう、で、こういう人たちをね、に対してね、招待状を送るときね、これ官邸ですよ、生き生きして送ってたんですかね、これね。ねもっと言うと赤木さんだよ。森友問題の生き生きと、わあ、やったー、こうやってどんどん隠蔽していって改ざんすればいいんだなって生き生きしてたわけないだろ。そう、公文書改ざんしてですよ。ね、そして、さらにはね、経済統計をね、操作してですよ。国交省をはじめね、僕の情報で経産省もそうなんだけども、それ生き生きとしてやってたんですかね、これね。いやー、そうね。とは思えんな。桜を見る会でね、安倍さんの地元の有権者もいっぱい来てましたけどもね、そこにね、招待状を送ってね、いやー、いいね、これ選挙違反だけどね、いいね、生き生きしちゃういいね、ね、生だき生きしね。ちゃうね。どんどん出して、権力者におもねって、5万をいっぱいすれば、俺も出世、老眼帯って。いや、ならんだろ。そう。それからね、安倍さんのこの養生本の著者のね、山口敬之さんがですね、ね、これ女性に乱暴したということで非常に問題になったと。ね。そしてさらにですね、一線署はね、山口さんの逮捕状を取ってね、成田空港で貼っていたわけですよ。それに対してね、この菅さんの秘書官をやっていたですね、当時ね、警視庁の刑事部長だったですね、中村達さんというね、この警察庁の長官がですね、まさに全く異例中の異例でですね、一線署に電話して逮捕状を握りつぶしたわけですよ。ね。その時ね、中村さんをはじめみんな生き生きしてたんですかね。やったーって。やったー、や逮捕状、ったー。お、あれ、握り麻つぶ生せと安倍のね、ー。友達だろ。よしよし、逮捕状握りつぶしやれ。やった、これで出世だーって。いやー、
してたらしてたで終わっとるし、終わってる。終わってるし、そして、まあ、実際に握りつぶしたの部下だからね、うん、あの連絡したりしたのは。これだからやっぱ、うん、いろんな人の倫理を踏みにじってるよ。いや、そういうことですよ、うん、ね、そういう倫理を踏みにじってね、うん、生き生きしてる人なんて、これはね、はっきり言って、まあ、変態というかですね、変人ですよ、これは。まあ、もうちょっと、歯に衣着せず言うと悪党だね。悪党だね。うん、あるいは、なんでしょうかね、前も話、ね、あの話で、ね、うん、いろいろ笑いありましたけど、うん、まあ、裸の召使いっていうかね。ああ、そうね。本当に変わった人ですよ、これね。そしてね、最後にね、この菅さんがね、この弔辞の中、うん、最後にね、こういうこと言ってるんですよ。はい、菅さんがね、安倍さんのこの衆議院議員、衆議院の大臣議員会館の議員事務所行ったんですよね、その後ね。亡くなってからですね。そして机の上に読みかけの本を見つけるわけなんですよ。うんうん、それが岡義武っていうね、これ昔の政治学者なんだけども、はい、それが山形有朋という本なんですよね。明治時代のね、象徴っていう、うん、あの、そうですね、こういう本ですけど。うん、まあ、そしてここにね、あの安倍さんがね、マーカーペンで線を引いていたっていうんですよね。うん、この最後のページ、端を折ってあってですね、はい、なんてあったかっていうとですね、山形有朋が長年の盟友伊藤博文に先立たれ故人を偲んで詠んだ歌でありましたと、ね、で総理今この歌ぐらい私自身の思いをよく詠んだ一首はありませんと言ってですね、うん、2回繰り返すんですけども、うん、読んでみますとね、語り合いて尽くしし人は先立ちぬ、うん、今より後の世をいかにせんというね、うん、まあ、別にどんどん取れない一瞬なんですけども、うんうん、要するにね、あの山形有朋が伊藤博文と、うん、まあ、あの盟友ですから、まあ、語り合ってね、うん、お互いに尽くしてきたと。でその伊藤博文が、まあ、亡くなってしまったと、うん、で今後ね、今後のこの日本社会ね、どうしたらいいんだろうかと、うん、まあ、そんなようなね、一首一句なんですけども、うんうんうん、まあ、これちょっとね、補助的に言うとですね、うん、この伊藤博文って人はですね、これね、もちろん初代のね、はい、まあ、首相をね、やった人なんだけども、うんうん、初代ね、韓国統監っていうのもやったんですよね。うん。うん、要するに、朝鮮半島ですね、はい、ここを治めるということで、ね、うんうん、で、やったんだけども、その後ですね、すぐ後に、1909年に、中国の、ね、ハルビン駅等でですね、うん、韓国人のアン・ジュー・コン、アン・ジュン・グンという人にですね、撃たれて、亡くなるわけなんですよ、うん、ね。でね、当然こうなんていうかな、日本ではね、このアン・ジュン・グンというのはね、暗殺犯ということなんだけども、うん、韓国においてはですね、れっきとしてね、民族主義者ということなんですよ、うん、ね。ここでもちろんね、アン・ジュン・グンと山上容疑者を同様にね、うん、見るわけにはいかないんだけども、うんうん、歴史というものはね、核もね、こういうふうに相対的だということなんですよ、うん、見る角度、見る国、見る場所によってですね、同じ人が全然違うように見えるんですよ、うんうん、ね、なのでですね、ここでね、これ山形有朋がね、伊藤博文ね、はい、を言ったとこういうことはですね、ちょっとね、不思議なんですよね、うんうん、これね、なんていうかな、菅さんがこのね、このマーカーペンのね、線引きあったところを読んだというのはですね、うん、まあこれはね、なんていうかな、まあとにかくね、まあこの一句一首を読むと、うん、まあ、ぴったりね、合うことは合うわけなんですよね。そうね、そう、それは不思議ではないんだけども、うん、僕はね、ちょっと首かしげるのは、うん、まずね、安倍さんがですよ、なぜその箇所に線を引いたんだろうかと、そうね、いうことに僕はまず首かしげるんですよね、うん。まさにね、例えば安倍さんがね、自らの運命を知っていてですよ、うん、ね、そう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 。で、後で来る菅さんにね、そのことを知らせようと思ったとかね、うん、まあ、そんなようなね、
まあ、なんていうかな、まあ、売れない SF っていうかね。そうそう、だから安倍さんが予知能力者で、あ、俺、撃たれるわ。ね、だから、伊藤博文、もう、山縣有朋を菅義偉に見立てて、俺が伊藤博文で、あ、ここの、ピッピッって引くか？これ。まあね、だからそれはまあありえないことなんで聞すね。かないよ、あんなだから。それはありえないことなんですよね。だから、この安倍さんにとっての当時の伊藤博文って誰だったのかなと。ね。まあ、先にね、先立たれたわけですよね。で、安倍さんはね、清和会の10代目会長なんですよ。ね。安倍派というやつでで、すね。ところがね、森さんね、森喜朗さんもですね、五輪の方でね、今大活躍中の森さんも大です活ね、躍中の。それから福田さんも生きていると。生きてるね。でね、その前の、この7代目、8代目会長の町村信孝さん、この人は2015年に死去されてるんですよお亡ね。くなりになってますね。だけども、町村さんと安倍さんの関係からしてね、まあ、こういうことはあんまり考えられないんですよね。そう語ね。り合いて尽くしし人とは言えないわけなんですよ。どちらかというと、ちょっと喧嘩してたようなイメージが。そうなんです、最そう後はですよね。ね。まだ2015年なので、ちょっとどうかなと思うんですじゃあよ誰だ？ね。いや、誰、全然思いつかないですよ。思いつかないっすね。だからむしろね、菅さんよりも、安倍さんのこのマーカーペンの意味は何なんだと。これが不思議なんですよね。あるいは、なんていうかな。もう、なんていうか、ただね、思いつきでただ線を引いただけなのかと。まあ、そんなふうにもね、思うんですよね。あとは現代語じゃなかったからちょっとわからなかったか、あとひょっとこ聞こうと思ったのかな。まあ、それはね、さすがにそれでいいだろうとは思うんだけども。まあ、このぐらいはね、理解できたと思うんです理けど解できね。ていてほしいですね、これは。そういうことなんだけど、ちょっと不思議なんです不よ思議でね。すね。まあね、この不思議なということでね、言えばですね、とにかく、このね、国葬ですね、この今日あった国葬、これがやっぱりね、非常に不思議。やっぱりね、首をかしげる。意味不明。ということしかね、言いようがないんですまあよ。言いようがないっすな、これは。首をかしげるか、あるいは岸田さんの挨拶のように眠くなるかですね、どちらかでしかなかったと。僕にとってはね、そんな感じ。岸田さん挨拶なんかしてたんだってマジびっくりしたけどね、逆に。まあ、してるんだろうけど、当然。もうそれぐらい、それぐらい、ちょっと逆に菅さんのこのインパクトに持ってかれて、岸田さん的には、あれ、いや、俺総理大臣なんだけどっていう。なるほど。つまりね、岸田さんは本当僕とね、マジで途中寝ちゃったんだけども、後で読み返してみても、全然印象に残らない。なるほど。全然印象に残らないですね。菅さんの方が印象に残る。まあ、菅さんはね、はっきり言って菅さんの特徴なんだけども、この人ね、やっぱり世界が狭いんですよね。まあ集ね。中力はあるんだけども、これ視野が狭いんで、そこでね、いつも失敗しちゃってるんですよ。そうね。政策的に言えばね。その特徴がね、よく出ていたなと僕は思うんですよね。そしてね、岸田さんのね、挨拶ですね。まあ、あなたはね、真の勇気がありましたとかなんとかね、いろいろ言ってるんだけども、ね。で、なんていうかな、首相時代のね、この安倍さんの功績というかね、それを喋っていてですね、やっぱりね、なんていうかな、インド太平洋圏のですね、このクワッドですね、これをね、一番最初に提案したことが、とにかく素晴らしいとか、言ってるんだけどもいや、ね。それアメリカの命令やないかいな。そんそういうなことんですで。よ。僕はそういうことだと思いますよ。まずね、僕が言いたいのはね、インド太平洋圏っていうのはね、もう、そんなことは有名な話で、これね、ちょっと忘れましたけど、ね、ロバート・カプランっていうね、人がいるんですよ。ちょっとね、待っこれ、てジくャーださナいリストね。で。カプラカプランね。ン。これですね、インド洋圏が世界を動かすと。ね。もうこれね、このカプランもね、この自分がなんていうか、発見したというわけじゃなくて、もう前からね、このインド洋ってのは非常に重要だと。ね。
ということが言われていて、どういうことかというと、もうん。人類史的にね、インド洋ってのは、ね、非常に重要なんですよ。これ、ね、例えばね、これもアメリカの学者なんだけども、ね、ジャネット・エル・アブ・ルゴドという人がね、ヨーロッパ覇権以前というね、これも有名な本なんだけども、こういうのをね、書いてるんですよ。つまりね、人類史的に言ったらね、なんていうかな、もうとにかく紀元前ぐらいから非常に重要なね、海域である。つまりユーラシアのこの南にあるね、海域ですから、こことね、それが太平洋を結ぶっていうのがね、非常に重要なんですよ。これは別に安倍さんが言い出したことは何でもないんですよ。これはね、地政学、そしてね、インド洋、太平洋、ご関心のある人なら、みんなもう前から知ってることで、例えば外務省の役人ならですね、はっきり言って、担当者はみんな常識的に知ってることなんですよ。いや、逆に常識的にこれぐらい知ってなかったらやばいよ。これやばいがですよ、やこれ。ばい、やばい、やばい。本知らなかった、本当やばい人、やばいと思いますよ。ね。ということでね、別に安倍さんが言い出したわけでも何でもないんですよ。これね、よく言われることなんだけども、まあそういうことなんですよね。まあそしてね、とにかくね、安倍さんといえばね、この外交問題についてね、もうこれ何度もね、言いましたけどもね、なんていうかな、今言った、このインド太平洋圏のことだって、別に安倍さんが出したわけではない。ね。そしてね、安倍さんがこの一番主要なね、目標に掲げた、北方領土問題についてもね、全然、進まないどころか、全部終わりにしてしまったと。そして、この東アジアですね、一番大事にしなければいけない東アジアで、一番大事にしなければいけない韓国との間をですね、ね、裏で、この反社会的団体の、ね、統一教会とズブズブになりながらね、韓国との間はもう戦後最悪にしてしまったと。中国に関しては仮想敵国にまでして危ない関係にしてる。もうでたらめのでたらめ中のでたらめですよ。ね。そしてね、さらに言えばね、これは何度もね、僕が紹介しているんだけどもね、これはね、2019年5月9日の論座に書いたんですけども、安倍首相と昭仁上皇ということで、とにかく、天皇ですね。平成の天皇、今の上皇ですね。それから、まあ、今現在の天皇もそうなんだけども、ね、みんなね、心は沖縄と共にあるわけなんですよ。日本の中で一番苦労してるのは、もうとも、なんと言ったって沖縄じゃないですか。ね。このね、明治の時のね、この琉球処分から始まってですよ。そしてこの戦争中ね、この県民の3分の1はね、地上戦で亡くなってしまったと。恐ろしいことだもう本当ですよ。よ。そういう沖縄をですね、置き去りにして、そして、置き去りにして、アメリカとの間でですね、あるいはそのアメリカを中心とする国々との間でね、1951年にですね、サンフランシスコ講和条約を結んだわけですよ。沖縄だけが取り残されたわけですよ。で、その日をですね、まさに安倍さんは、国の記念日にしようということでね、やったわけなんですよ。そこで、今の上皇はですね、はっきり僕はね、当時の参与にはっきり聞きましたけど、非常に怒ったんですよ。怒って、自分はそれに出ないとはっきり言ったんですよ。出席しないと。沖縄が取り残されたじゃないか。はっきり言ったんですよ。ね。恐ろしいまあ、ね。そこでね、そこでね、まあ、参与にね、説得されて、やっぱりさすがにね、政権とね、敵対関係になるのまずいということで、出席することをね、最後は承諾したんですけども、ね。でね、要するに、この天皇ですね、今の天皇、それからその父親の上皇ですね、この考え方と安倍さんは、まるっきり逆であるということですよ。つまり、今の天皇、そして上皇というのは、今の憲法の平和主義っていうのが、とにかく、この天皇家、それから国民、ね、これが生きる唯一の道であると考えてるわけですよ。ね、そしてその天皇も、そのために公務をするんだ、仕事をするんだ。そこで初めて、その平和主義でもって、日本国民というのは統合されるんだと。これが憲法の趣旨なんだと。ということをもうはっきりね、認識してるわけなんですよ。ところが安倍さんは全く認識してないんですよ、そこを。ね、つまりね、国民をね、ないがしろにしてですよ、
そして、そういうね、統一教会、霊感商法の統一教会のね、代表にですよ、再敬礼してですよ。そして、メッセージを送ってね、そして、裏では天皇と対立している。こういう人間を国葬にするっていうね、意味。これはね、全くね、これ、前も言いましたけど、僕には理解できないし、気が狂ってるとしか思えない。全く思えない。これ何度でも言いますけどもね。まあ、そういうね、安倍さんを国葬にしたというね、まあ、言ってみれば、売国葬、ね。売国葬、あるいは、国賊葬ということですけども、ね。これをやってしまったというのはね、本当にね、この9月27日、日本にとって本当に恥の日ですよ。ね。そして岸田政権にとってね、終わりの始まりの日ですよ、これは。まあ、これね、まあ、とりあえず、今日正直私、何かしらの、山上みたいなやつが出てくるんじゃないかって心配だったんですけど、まあ、これはなかったと。まあ、これ良かったですよ。だけど、これで、まあ、終わりになるんじゃなくって、やっぱりね、ものすごい、圧力が溜まってしまったなと、不満のね、こんなに批判をされているのに強行してしまったっていうのは、すごく怖いですよ。だって、安倍さんがなんで亡くなったのかって言ったら、自分のアベノミクスでね、世の中むちゃくちゃにして、貧困層に落ちてしまった人を大量に作った挙句、自分の応援してた統一教会の宗教2世問題の人に、まあ、撃たれてるわけですよね。これ、やっぱ政治家として世の中豊かにしてたらこんなことにならなかった。で、そういう人がいっぱいいるわけですよ。山上容疑者だけが貧乏な人じゃないよ。日本にはいっぱいいるんだよ。住民税非課税世帯に5万円をね、配るっていう話があって、すごく炎上してるけど、1600万世帯いるんですよ。1世帯あたり2人大体いるんだよ。そこまで3000万人貧困世帯がいて、そこに今回意見無視して、ええー、国葬。これ、ちょっと日本の治安がこれから心配ですよ。しかも山上容疑者はですね、ロストジェネレーションのど真ん中の人ですよ。私とほとんど同じ世代でだすよ。から、大きい背景としてもですね、やっぱり安倍さんが作り出した、この経済政策ね、馬鹿げたアベノミクスのですね、やっぱり犠牲者の一人なんですよ。ね、そして非常にそこでね、特異なこの統一教会問題というものが重なったというですね、二重三重のね、被害者なんですよ。ね。まあ、それが要するに安倍さんに対してこの復讐劇を行ったとそういね。うね、この側面があるわけなんですよね。だからこういう状況の中で日本がどん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 ダメになっていってる状況で、で岸田さんは、うら権力で、国葬やったったわっていうことやっちゃったわけですよね。これは反発でかいよ。いや、大きいと思いますね。2つの意味の反発があります。1つは、これまだ安全な方ですけども、支持率がさらに下がるっていう方向で、次に残ってるの何かって言ったら、まあ、佐藤さん次の動画で撮ってくれると思うけど、高橋晴行、これがやっぱ3度目の逮捕になったじゃないですか。ね、でこれで五輪汚職でうわーってなって、これ自民党の政治家も絡んでるっていうことになるでしょうから、支持率が下がっていくっていう、より穏当な形での岸田政権の終わり。でももう一つは、第2、第3の山上を生むような土台を作っちゃったよ、この国葬強行開催で。これのせいで、これ最悪の形の岸田政権の終わりだよ。誰かままあそうたですね。撃たれてしまうとかってなったら、恐ろしいことですよ、これは。ということなんですよね。だから岸田さんはね、聞く力なんて言ってるけどもまあ、ね、もう聞かない。国民の意見なんか、聞くどころか、全部無視じゃないですか。ね。とにかく、ちょっと変わったところを除けばね、全マスコミのこの世論調査でね、この反対が賛成をね、大きく上回っているわけですから。それを聞くどころか、ね、見もしない、ね、グラフで、円グラフでいっぱい出てるじゃないですか、ね、見もしない、それはね、まあ、全くなんていうかな、まあ、自己矛盾ですよね、岸田さんね。いやー、だから本当に言ってることが何言ってるのか分かんないでしょ。で、そうすると、もう、この人に何言っても無駄だなっていうふうに政治家に思われちゃったら、
何が起きるかっていうと、もう暴力に訴える人が出てきてしまう。私はそれはすごく危険なことだし、絶対あってはならないことだなと思うけど、国葬強行開催はね、そういう暴力を生む土台にしてしまったとも思うし、岸田政権の終わりの始まりの日にもね、してしまったなっていうふうに思って、まあ今日は、まあその、違う、菅さんの方が目立ってるっていうのもなんか恐ろしい話ですね、これ。まあ、それはだから、岸田さんっていうのはね、そこはね、頭働かないんですね、この人ね。頭働かないし、こう、文章をね、作らせてみるとよくわかりますよね。いや、なんていう本か当に。な、想像力がないんですよね。だから全然ね、人をこのうなずかせるような文章を書けないっていうかね。まあ、なんでもそうじゃないですか、その文章を書くとなれば、ね、一生懸命考えるじゃないですか。そうすると、何らかのね、ああ、なるほどね、というようなものは出てくるもんだけども、岸田さんの場合は今日はですね、僕は一つもこれなかったですね、うなずけるものはね。で、そして菅さんもですね、私、本当は山縣有朋の岡義武の本取り上げちゃダメだと思うんですよ。なんでかっていうと、まあこれ、一応私、その該当部分読んだんですよ。これどういうことかと、どういう文脈で紹介してるかっていうと、この岡義武がね、この山縣有朋さんが、この伊藤博文が撃たれて亡くなったと。で、いろんな思い出をね、考えて、肩ひありて、尽くし、人は先立ちぬ今より後の世をいかにせむ。いかにせむっていうのはどういう意味かっていうと、どうしたらいいんだろうなーってこう悩むわけですよ。で、これどういう岡さんの文章で言うと、伊藤のね、伊藤博文を、まあ、傷んだ彼の歌であると。彼は一人が亡くなってしまった。ああ、でも伊藤という人間はどこまでも幸運な人間だった。なぜか死に場所を得たという点においては武人として羨ましく思うっていう文脈の紹介ですよ。ってことは安倍さんはですね、武人として死に場所を得て素晴らしいっていう文脈で紹介しなきゃダメな文章なんですよ。統一教会の被害者にズドーンって撃たれたことが武人として死に場所を得て羨ましいって菅さんが思うことかって考えると、菅さんもうちょっと原文をチェックしてから私これ紹介した方がいいんじゃないかなっていうふうに、トンチもいろんな意味でトンチンカン飽きません。せめて原文を読むでしたいいべきだったなというふうに思いますけど、まあこれ岸田政権の終わりの始めになるんじゃないかなと思うんですが、まあ安倍さんがね、歪めたことはいっぱいあります。当然菅さんも岸田さんも。それを批判しているね、コロナの点から批判しているのが佐藤さんのコロナ日本国書っていう本なので、ぜひね、これそろそろ皆さんにね、お手元に届き始めた人もいるかもしれませんので、ぜひね、本文、このね、佐藤さんを応援するためにもね、買ってね、応援してほしいなと思います。買い方は YouTube 説明欄に書いてあります。なんとサイン入りプラス特典動画が、6点から7点ついておりますので、統一教会、ね、オリンピック様々な問題についても言及する予定ですので、ぜひ買って読んでほしいなと思います。佐藤さん、本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録といいね、よろしく。じゃねー。はい、今日も見ていただきましてありがとうございます。佐藤さんの応援のためのカンパ、銀行口座とですね、クレジットカード、どちらかでもできます。一月万札の公式ページができました。こちらに佐藤さんの今までの書籍、全部アップロードされていますので、欲しい人はこちらから見ていただけると嬉しいです。いつも見ていただき感謝します。ありがとうございます。